こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いします。はい、今日は、パーキンソン病の方の歩行介助ってところで、パーキンソン病の方って、結構ね、難病なんですけど、介護の現場でやったり医療の現場っていうのはたくさんいらっしゃるのかなと思うんですけど、いろんなシーンで食事だったりとか、入浴だったりとか困ることあると思うんです。今回は僕たち理学療法士ってところもあるので、歩行介助に絞って、歩きやすくなるような工夫もね、何点かあるのでお伝えできたらなと思います。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を発信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。体をいたわる介護術という介護技術をね、詰め込んだ本が出てますので、気になる方は概要欄から見ていただくか、書店の方に足を運んでいただけると嬉しいなと思います。では実際にね、パーキンソン病の方、ざっくりどんな方なのかと、歩行介助、歩行介助じゃなくても歩く時のね、注意点とかね、まだ介助必要ないような方でも、すくみ足とか出たりして歩けなくなったりするんですけど、そういった時にどういった工夫があったら歩きやすくなるのかなっていうところもね、踏まえてやりたいなと思います。はい、じゃあね、パーキンソン病の方って特徴がね、いくつかあると思うんですけど、4つ大きな特徴がありまして、1つ目が拘縮。拘縮って言って体の筋肉がこわばってしまう拘縮っていうもので、2つ目が心旋ですね。安静時心旋、安静時に起こる心旋、震えですね。なのでじっとしてると震えてくる。ちょっと何か動かす時には別に震えない、安静時の心旋っていうのは1つと、もう一つが無動、動きが悪くなる、体をね、動かすことが難しくなったりとか、歩く速度がね、ゆっくりになったりとか、あとはその表情がね、ちょっとこわばってしまう、仮面用顔貌とか言ったりもするんですけど、表情がこわばってしまって、喋る声がね、ちっちゃくなったりとか、そういった特徴があります。で、最後にもう一つが姿勢反射障害ですね。姿勢のバランスが悪くなる、一言で言うと、転倒しやすくなる、方向を変える時なんかに転倒しやすくなったりとか、あと足ですね、すくみ足って言って足が出にくい、そういった特徴があります。すくみ足って結構ね、僕も何人かパーキンソン病の方今も言ってたりするんですけど、今言った特徴ももちろんいろいろ問題というか、日常生活でね、影響出たりもするんですけど、このすくみ足に関してはやっぱり、ご自身で歩ける方とかであれば、僕が実際に行ってる方であったりすると、トイレに行けない。調子がいい時なんかはトイレに行くことができるんですよ。足がこうパッパッパッパ出て。ただ、すくみ足、こう歩き出した時にこういう感じで足が小刻みに突進現象が出たりとか、もしくはこう歩き出そうとしても足が出ない。はい。なので、トイレに行こうとしても、もう家の中で数分間、もしくは数十分とか立ちすくんでしまったりして、トイレに行けなかったりとか、これが、外で出た時っていうのは、例えば買い物に行ってて途中で出た時っていうのは道路の真ん中でね、止まってしまったりとかして非常に危険だったりもするんです。なのでいくつかね、歩行介助中の注意点だったり、歩きやすくなるような工夫をお伝えできたらなとは思うんですけど、まずはこの姿勢を見てもらったら分かると思うんですけど、背中がね、円背で丸くなって、膝が曲がってきて、円背に伴って首もね、前に出るので顎が上がって、こういった特徴的な姿勢があったりするんですけど、この姿勢の中でいろんなね、そのケースがあるとは思うんですけど、例えば足の歩幅というか歩角、足と足の間が、広かったり、広すぎるとね、重心移動しにくいので足出にくかったりしますよね。であったりとか、逆に狭すぎてバランスが取れなかったりとか、いろんなケースがあると思うんですけど、そういうのを客観的に見て言ってあげる。足がちょっと狭いんで少し広げましょうとか、もしくは広げすぎてるのであればちょっと狭くしましょうとかっていうのが、まず一つ工夫かなと思います。で、パーキンソン病の方ってこうすくみ足が出て全く歩けなくなったりするんですけど、階段になると実は歩けたりするんですね。階段はもうスタスタと上りも下りもできるんですけど、平地に行くと歩けない。で、よくあるのが横断歩道、しましまの横断歩道だったら歩けたりするんですね。それは視覚的な刺激があったりすると、足をね、運びやすかったりするみたいですね。なので、家の中でそれを作ってあげる。例えばカラーテープ敷いてあげて、こう間隔、統一間隔でこうね、動線に敷いてあげると、例えばここの線あるじゃないですか。ここの線をまず第一歩目で踏み越えてもらう。
はい、でそれの連続ですね。その先にもテープがあってやっていくと、まあ、足が出やすかったりしますっていうような工夫があったりとか、あとは今のが視覚からの刺激ですね。でもう一つが聴覚からの刺激っていうことで、まあ、声かけです。1212とか、例えば右左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 っていうような声かけであったりとか、そういった声かけによっても足が出やすかったりとか、そういったことが基本的なところであります。なのでパーキンソン病の方用に、まあ、結構商品があったりして、そのメトロノームみたいなカッチ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 こうリズムよく音が鳴るようなやつがあったりとか、あとはね、これはなんか腰のベルトからこう光が出てて、それをまたぐような商品であったりとか、まあ、杖からそういったものが出ててそれをまたぐようなものであったりとか、そういったものもあるので、そういうのも工夫として取り入れてもらったらいいかなと思います。ただそれを使ってからやって全部が全部ね、その効果的に働くかって言ったら実はそうでもなかったりするので、その方に合ったものをね、できればねチョイスしていただくのがいいのかなとは思います。はい、でパーキンソン病の方で足がねすくみ足になって出にくかったりするんですけど、解除する時の注意点として、僕の場合はね何回か言ってたんですけど、こう例えば、まあ、一人でなかなか歩けない方ってこっち側に入って機械を持ってこういう解除とかね、パーキンソン病の方じゃなくてもしたりもするんですけど、これだったらなかなかねやっぱ足のすくみ足取れなかったりする場合は手引き歩行でやります。そうすると手引きでしてあげると、これでね、まあ、声かけも1、2とか右、左とかこういう風にしてあげると結構足も出やすかったりするので、まあ、突発的に例えば外に出て足止まってしまって、もう道の真ん中で止まってしまったとかだったら、今みたいにねちょっと前方から手引き解除でしてあげて歩いてあげるっていうのも一つかなと思います。でもう一つは、道の途中でもし止まってしまったんであれば、今みたいに手引き歩行で、まあ、道の端っこにねちょっと行っていただいて、車とかが来ても危なくないようにしていただきながら、ずっと立っとくのってやっぱしんどいと思うんで、休憩としてね、まあ外なんでこれもできるかどうかはまたあれですけど、まあこう膝の上にねちょっと座ってもらう、これでちょっとした休憩なんかもできます。はい、でよっぽど体格差ない限り多少座ってるぐらいじゃこっちもしんどくないです。ただやっぱ外になるとこの膝がねアスファルトの上についておくってのはやっぱ痛かったりもするので、なんかこう膝に当てれるようなものとかを持って外の歩行解除とかしていただくのも一つの工夫かなと思います。でパーキンソン病の方ってやっぱ延廃姿勢で後ろに体重がかかってるので、結構立ち上がりがね真上真上に立ったりしてしまうんで、まあ、前方に立つときは誘導してあげて立っていただく。はい、でまず1回ねこうこの前傾姿勢のままだったらすくみ足と新足が出るんで、まず1回姿勢を1回伸ばして作り直してあげてから、じゃあ行きましょうかとか、例えばこの状態ではちょっと足広いなと思ったら1回足閉じて仕切り直して、でじゃあ行きましょうかみたいな声かけだったりとか、その姿勢をまず正してあげるってのも一つかなと思います。であと家の中であれば結構恐怖心とか何か目につくものがあったりすると、その視覚の刺激じゃなくて、例えばテーブルとかがあって歩けないとかなって方向曲がらないといけないとか、あと扉の出入り口とかそういったところで結構ねすくみ足で出たりもするので、まあそういう環境設定をまず変える、動線の間にテーブルを置かないようにするとか、あとは部屋を明るくする、部屋が結構暗かったりすると、やっぱさっきも言ったみたいにこの線をね張ってたとしてもそれが見えにくかったりして、視覚的な情報が少ないと足が出にくかったりもするので、まあ、部屋をしっかりね明るくするっていうのも一つの工夫かなと思います。で今山田くん杖を持ってますけど、歩行器を使うケースもあると思うんです。歩行器になると突進現象でこうタッ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 タって行ってしまうことがあるんですね。そうなったらもう歩行器持ってるとこうガーッと歩行器だけが行ったりとか、もう転倒してしまうんで、あの歩行器によっては車輪の部分に翼足付き言うて速度がね出ないようなものがあるんですね。まあ、それは常にブレーキがかかっているような状態ではあるんですけど、なので普段押すってなると結構抵抗あったりしんどいかもしれないですけど、この翼足も段階があって軽め中くらい強めみたいなのかけれるんで、まあ、そこも調整は必要になってくるんですけど、そういった歩行器を導入してあげると突進現象みたいなのも、まあ、ある程度リスク管理しながら歩いていただくことができるかなと思うんで、まあ、そういうものも知識として知っていたらいいのかなと思います。
ということで今日はパーキンソン病のことで、まあ、歩行介助についてってところで、まあ、結構座学的な感じになったんかなと思うんですけど、まあ、山田くんからワンポイントアドバイスあればお願いします。はい、パーキンソンの方ってやっぱこう今さっき言ってこう動きが出やすい時出にくい時指示が入りやすい時入りにくい時があると思うんですけども、僕のこれ体験談なんであれなんですけど、前に足を出してくださいっていうのか、うん、足を上げてくださいっていうのか、うん、こう言い回しによってすごいスッと入る時はすぐ足が動いたりするんで、その方にとって合うこう言い方っていうのを見つけていただいたら歩行がちょっとスムーズになるかなと思います。あと、まあ、パーキンソンじゃなくてもカラーテープとか目印っていうのは普通の方でもすごくあると歩きやすいかなって思うので、うん、そういう工夫は皆さんしていただけたらいいかなと思います。はい、はい、まあ、あとね、今足上げるって出ましたけど、本当に足上げるだけでも足が出やすかったりとか、まあ場合によっては後ろに一回振ってから出すとか、なんかいろいろなねことを試してみるのもいいのかなと思うんで、まあその人に合ったその時に合った歩きやすさをね一緒に探していただくのがいいのかなと思います。はい、ということで、いつもコメント、高評価ありがとうございます。これからも介護技術発信していきますので、チャンネル登録と応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。